はい、本日はですね、パタゴニアのトレントシェル 3L ジャケットの紹介をしていきたいなというふうに思います。で、早速ですね、そちらのジャケットがこちらになってます。で、こちらがですね、トレントシェル 3L ジャケットっていうことで、なんかおそらく今年から発売されて、2020年から発売されたみたいで、以前まではトレントシェルジャケットって言ってたらしいんですけど、今年からトレントシェル 3L ジャケットっていう名前に変わってたみたいで、まあ多分洋服好きの方とかであれば、全然それ聞いても、あ、そうなんや、ぐらいとは思うんですけど、登山されてる方とか、登山が好きな方っていうのは、このジャケットってパタゴニアの中でも名作中の名作らしいので、まあ、このジャケットの細かい部分を見ていきたいなというふうに思います。はい。ではこちらがですね、パタゴニアが誇る名作のトレントシェルジャケットっていうことになってるんですけども、僕も今まで購入したことなかったんで、まあ、今回初めてこうやって触ってみて、普通の防水ジャケットっぽいなっていう感じはあるんですけども、結構このジャケットって登山されてる方が実際これ着て登山したりすることが多いらしいぐらい機能が詰まってて、で、なおかつ値段も2万円ちょっとぐらいで買えるので、防水ジャケットの割にはなかなか手頃な値段というか、まあ、機能が詰まってるというか、まあ、そんな感じになってると思うので、まあ、細かく見ていきたいなというふうに思うんですが、まずですね、こちらのジャケットの特徴っていうのは、最初言ったみたいに防水ジャケットであるっていうところになってて、まあ、完全に水を弾いてくれるので、まあ、雨であったり、雷であったり、雪であったり、どんな天候であっても、このジャケットを着てれば、体が濡れることがないっていう、機能的なジャケットになってますし、まあ、さらに例えば、僕とかは登山しないので、基本的には登山されない方に向けてお話してるんですけど、まあ、一般とかで着られる方であっても、まあ、雨はもちろんそうなんですけど、それ以外にあったら風、台風とかで風がガーって来てる時とかでも、こういうジャケットを着ておけば、しっかり風も防いでくれて、意外となんですけど、風がガンガン体に当たってる時って無意識なんですけど、実は一番疲労が溜まりやすかったりするので、風をそれだけ防いでるっていうことだけで、全然疲労感っていうのは違うみたいで、まあ分かりやすいのがですね、バイクとかがそうなんですけど、バイクに乗ってて、まあ僕も以前乗ってたんですけど、半袖とかでバイクに乗ってる状態と、あとちゃんとジャケットとか着て長袖とかでちゃんと乗ってる状態って全然疲労感が違うかったりするので、それぐらい人間って実は風に当たるのって疲労感が溜まったりするので、まあそういう意味でも使えるようなジャケットになってるので、まあ、ただただ防水ジャケットっていうよりかはしっかり風も防いでくれるようなジャケットということになってます。で、ちなみに防水ジャケットというと、僕のこのチャンネルではですね、ゴアテックスかなって思う方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、今回僕が珍しくこれゴアテックスで紹介するのではなくて、パタゴニアが独自で開発してる H2NO という生地があるんですけど、まあ、それを使用してて、そちらの紹介っていうことになってるんですが、まあ、僕個人的にはですね、H2NO かっていうところがちょっとあってですね、極力今まで手は出さずに着てたんですけども、まあ、今回このジャケットやったら購入して一回試してみる面白いなと思う理由があったので、まあ、その辺はまあ最後に話していくんですが、まあ、ひとまずゴアテックスではなくて、パタゴニアが独自で作ってる H2NO を採用してるということになってます。まあ、なので多分値段的にも結構安くて22,000円ぐらいで販売できるんやと思うんですけど、まず一つ目が防水ジャケット、防風ジャケットであるというところになってます。で、次がですね、質感をちょっと見ていきたいなと思うんですけど、この触ってる感じの質感っていうのはですね、まあ、こちらにゴアテックスのジャケットがあるので、ゴアテックスのジャケットとかと比べると、やっぱりちょっとなんていうんですかね、少し若干なんですけど、微妙にチープ感が若干あるような感じになってて、ちょうどこれは両方とも50デニールっていう生地の分厚さが全く同じ生地の分厚さなんですけども、まあ、少し生地感が若干安っぽい感じになってるんかなというふうに思います。まあ、ちなみにこれはゴアテックスでこっちより値段が安いんです。16,800 円かなんかで値段は安いんですけど、やっぱりゴアの生地の方が微妙なんですけど、若干しなやかさがあるんかなというところで、まあ、これは多分触って比べないとわからないとは思うんですけど、少し硬いような印象になってて、あとそれ以外はですね、触ってる感じっていうのはいかにも防水ジャケットやなっていう感じの質感になってるので、まあ、ナイロンのシャカシャカした感じかなというふうに思います。50デニールっていうことなんで、多分ですけど、基本的には持ち運びは考えられてなくて、一回着たらずっと着っぱなしで快適を保つようなジャケットになってて、まあ、そういった工夫が要所要所に見られるので、まあ、そこも後で紹介はしていくんですけども、まあ、おそらく持ち運びっていうよりかはずっと着た状態で長時間移動してたり、長時間活動することが考えられてるジャケットかなというふうには思います。でですね、次の特徴がですね、これ帽子になってるんですけど、フードのところの帽子をパッてかぶってみるとですね、まあ実際今からかぶるんですけど、めちゃくちゃ収まりがいいっていう感じになってて、これともすればですね、一歩間違えたらレスキュースタイルになってるっていうことで、まあ今回これ色味がそうなんですけど、この色味を選んじゃうと少しレスキュースタイルになっちゃうと思いますので、まあブラックとかであれば全然問題ないと思うんですけど、この収まりすごくないですか？綺麗になんかここだけ出てて、これ僕の頭の形なんか僕の顔の形なんかちょっとわからないんですけど、まあおそらく誰が来てもこんな感じで綺麗にすっぽりここだけ出るようになってると思うので、他のフードとかやったらやっぱ被ってもこう上に乗っかってるぐらいの感覚なんですけど、これしっかりなんてですかね、風土になってるというか、なんか守られてる感があるんですよね。こういう風にファって守られてる感があるので、まあ、ここはすごいなと思ったんですけど、ただこの状態で街中をうろうろすると、まあ、先ほども言いましたが、レスキュースタイルということになりますので、まあ、その辺は気をつけていただきたいなという風に思います。まあ、なので、もちろん登山とかでもこうやって使ってんやろなという風に思いますし、それ以外には例えばバイク乗る方とかやったら、バイクのヘルメットを被ってる状態で、まあ、フルヘイスやったら無理なんですけど、半ヘルを被ってる状態やったらパッて被っちゃえば、結構収まりはいいかなと思いますので、まあ、それ以外にも自転車とかでもこうパッて被っちゃえば、ここしか出ないので、まあ、いいんじゃないかなという風には思います。どうしてもやっぱチャリンコとかバイクとかって風受けるので、フード被ってても飛んじゃうんですけど、ここまでしっかり収まってて、あとこれでドローコードがあるので、首元のドローコードをアジャスターでキュッてここ締めてあげれば、本当にこの辺しか出てへん状態になると思うので、まあ、こんな状態だったらですね、まあ、小顔効果もあるし、なおかつ風で飛ばへんっていう、まあ、一石二鳥スタイルっていうのもですね、一応できるということになっております。で、次がですね、こちらベンチレーションということになってるんですけど、先ほど言ったみたいに、これはあまり脱ぎ着して持ち運びするようなタイプのアウターではなくて、着てずーっといてるような感じになってるので、この脇の部分っていうところにベンチレーションという機能が搭載されててですね、まあ、それは何かっていうと、まあ、こうパーって1日とか着てたりとか、自転車乗ってたりとかしたら、こう汗が蒸れてきたりすると思うんですけど、そういう時ってやっぱり脇のとこに一番熱って溜まると思うので、その熱を一気に放出してあげるっていうのがベンチレーションの役割になってて、この脇のところなんですけど、この脇のところのフラップをヒュッて広げてあげると、ジップがあって、これはですね、もう完全に中が見えるような感じになってるので、裾から手を通してあげると、こういう感じで、このジャケットと体の間の熱を放出してあげれるような役割があるっていうのが、このベンチレーションになってて、まあ僕は使ったことないんであんまりわからないんですけど、まあ僕サウナ好きなんで、サウナで例えるならおそらく水風呂入ったような感覚なんかなとは思うんですけど、まあサウナもですね、10分ぐらいガーってやったらもう顔が真っ赤っかなってきて、水風呂バッシャンって入った時のもう幸せ感って言ったらたまらないので、多分それに近いんじゃないかなというふうに思いますが、その辺はちょっとよくわからないんで、適当に言っちゃったんですけど、まあ運動とかされて着用されてる方とかであれば重宝するような機能なんじゃないかなというふうに思います。でですね、次はですね、まあフラップであったりジッパーガレージがあるっていうことで、これ結構まあ細かい部分にはなってくるんですけど、この前のフロントの部分っていうのがですね、こういうフラップって言って、要は生地を上から重ねてるような状態になってて、これが何の役割をしてるのかっていうと、まあまずこの役割に関しては、ジップから雨が入ってこないようにしっかりこの上を重ねることによって、ジップまで水が浸透しないような仕組みっていうことで、もちろんこの前面以外にも、こちらの先ほどのベンチレーションもフラップがありますし、さらにこのポケットのところもフラップがあるので、フラップをめくるとジップが見えるんですけども、フラップをしっかりかぶしといてあげれば雨に濡れないっていうような仕様になってるので、まあ、例えば大事な荷物とかポケットに入れてたりしても濡れにくいような仕様になってますし、あと先ほど言ったジッパーガレージというのがですね、この首元になってるんですけど、この首元のところっていうのが、この一応肌に当たるところやと思うんですけど、この肌に当たるところがですね、ジップが丸見えになってなくて、しっかり布をかぶしてくれてて、まあそれはなんでかっていうと、この当たった時の着用感というか、快適感っていうのがまず一ついいっていうのと、あとまあこうジップをガッて勢いよく締めた時に挟まないっていうことにもなってるので、まあ、僕ですね、一回過去にやらかしたことがあってですね、こうギュッて勢いよくいっちゃった時に、この首のですね、喉仏の仏様のところのですね、皮をピュッていっちゃったことがあったんで、まあ、それはもう地獄のように痛いので、まあ、それがこういうジッパーガレージがついてることによって防げるっていうところになってるので、まあ、それはちょっと細かい部分にはなるんですけども、まあ、こういったところも考えられて作られているということになっております。まあ、ただですね、一つ気になるのが、このフラップっていうのがですね、ありがたい機能ではあるんですけども、やっぱりこれよりさらに値段が高くなったり、クオリティが高くなるジャケットであれば、フラップを使わずに、止水ジップって言って、もうジップは丸出しなんですけど、雨が入ってこないような仕様になってるんですが、これに関しては、止水ジップっていうのは使われてなくて、普通のジップなんで、濡れちゃうと水が浸透してくるような流れにはなるので、しっかりフラップがあるんですが、それのおかげで、脱ぎ着というか、この開けたり閉めたりっていう動作がちょっとめんどくさいっていうのは、まあ、フラップがあるデメリットかなという感じでは思います。まあ、なので、より脱いだり着たりするっていうのではなくて、一度着用したら、ずっと長い期間着た状態で活動するっていうのが、まあ、メインの着方になってくるんじゃないかなというふうには思います。で、次がですね、謎の首元モフモフ感っていうことになってるんですけど、この首元のこの後ろ側のところだけマイクロフリースっていうのがあってですね、こちら見てもらったらパタゴニアってロゴがあると思うんですけど、その周りがですね、このマイクロフリースが使用されてるので、まあ、例えばこういう丸首の今僕が着てるような T シャツとかの上にさって羽織っても、この首元がふわふわして気持ちいいような感じになると思いますし、ずーっと着てても不快感はないんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、ただ僕一つ疑問としては、なんでこの後ろについてるのに前にないんやろうっていうのはちょっと不思議ではあるんですけど、まあそこはこの値段で販売するには前は削減しないといけなかったんかもしれないんですけども、まあ後ろよりちょっと前の方が気になるのになっていうふうにはまあ個人的には思っております。で、次はですね、サイズ感っていうところなんですけど、まあこちらのパタゴニアのジャケットはですね、例えば他のブランドでやったらノースフェイスとか、あとモンベルとかっていうブランドっていうのは、あくまでジャパン規格、日本規格のサイズを展開してるんですけど、このパタゴニアニアの方に関しては基本的に海外規格のサイズ感になってるので、僕は今回 M サイズを着用してるんですが、M サイズでも若干大きめに着てて、全然もうワンサイズ下げて S サイズでもいいっていうぐらいで、まあ基本的に普段の日本のサイズであれば L サイズが多いんですけども、まあ1サイズから2サイズ下げるぐらいが普段の着たサイズ感になるんじゃないかなというふうには思います。なので普段は M サイズ着てる方であれば S サイズもしくは XS サイズっていうのがちょうどいい感じになるかなというふうに思いますし、やっぱり海外規格なので、まあ、特に袖が長くて、僕比較的袖は長い方っていうか、まあちょっとした自慢になってるんですけど、長いんですが、それでも結構長くは感じるので、まあこういうベルクロがあるので別に長くてもいいっちゃいいんですけども、あまり中に着込む予定がない方とかであれば2サイズ下げてもいいんじゃないかなというふうには思います。まあ、最後に着用は見てもらおうかなとは思うんですが、まあ、ちょっとサイズ感としては大きいかなという感じになっております。で、こちらのジャケットがおすすめの方っていうのはですね、まあこれはもともと登山用に作られているので、登山の方はもちろん言うまでもないと思うんですけども、まあ、街で着る方とかであれば、例えばバイクに乗る方であったりとか、あと自転車に乗ってる方とか、あとまあ通勤でさっと羽織ったりとかする方とかっていうのもおすすめかなというふうに思ってまして、まあ、今回こちらはレスキュージャケットっていうことになってるんですけども、シンプルなモノトーンな色味、ブラックとかネイビーとかそういうモノトーンな色味を選んでおけば通勤の時の雨具としても着れると思いますし、まあ、さらに自転車とかバイクの方とかであれば先ほど言ったみたいにフードをしっかりかぶれますし、でフードでこう風が来た時でもしっかりこう小顔効果をギュッて締めて風が入らないようにもできると思いますし、そしてまあベルクロであったりとか、あと腰元のアジャスターのドローコードであったりとかでギュッて締めてしっかり雨とか風が入らないような仕様っていうのも作れますし、まあ、さらに自転車の方であれば暑くなった時はこの先ほど言ったベンチレーションを開けて中に溜まった熱気っていうのを外に放出できるので、まあ、そういった自転車バイクの方は特におすすめかなというふうには思います。まあ通勤とかはですね、まあ、基本的に別に傘さそうと思ったらさせるので、まあ、そんなに問題ではないかなと思うんですけど、まあ、やっぱり傘のさせない状況っていうか、まあ、仕事で外出てるとかっていうのもそうやと思うんですけど、まあ、そういった方に特におすすめかなというふうには思っております。でちなみにですね、デメリットっていうのはですね、まあ、今回こちらのジャケットを購入するかどうか迷った点でもあるんですけども、生地が H2NO という生地を使われてるっていうのが僕にとってデメリットで、まあ、それはなぜかというと H2NO というのはですね、劣化する素材っていうことになってて長くどうしても着れないっていうのが分かってたんで、まあ、ちょっと購入するのが踏みとどまってはいてたんですけども、今回トレントシェル 3L ジャケットっていう名前がついてると思うんですけど、その 3L っていうのが何なんかっていうと、この表のレスキュー生地と中のこのグレーの裏生地の間にもう1枚生地を挟んだ状態で3枚になってるので、まあ、要は言い方変えると3層であったり3レイヤーであったりとかっていうんですけど、それが 3L ジャケットっていうことになってて、要は3層になってるのでもしかしたら劣化しないんじゃないかなというふうに僕個人的には思ってて、まあ、劣化するかもわからへんし劣化せえへんかもせえへんのかなと思って購入したっていうことになってるので、まあ、これは実体験というか、まあ、実験も兼ねて持ってることで、まあ、本当に劣化するのかしないのか、 H2 のもう3層であれば大丈夫って言えるかもしれないですし、3層でも劣化しましたって言うかもしれないんですけど、まあ、そういう実験も込めてまあ購入してみようかなというふうに思いまして購入したっていうことになってるので、確実に劣化したくないとかっていう方であれば、まあ、ちょっとここはデメリットになってくるんかなというふうには思います。まあ、ちなみに劣化してこの中がボロボロ剥がれたとしても、まあ、修理とかそういう対応すれば問題ないとは思うんですけど、そういうのがめんどくさい方でもうずっと着ときたい方とかであれば、まあ、ちょっとデメリットになるんかなというふうには思います。で、あとですね、まあ、一応これが値段が22,000円ということで比較的登山用品の防水ジャケットとしては値段が安い感じになってて、まあ、もちろん、ね、22,000円自体が安いっていう感じではないんですけども、他にはゴアテックスやったら5万円とか6万円7万円もっと高いやつとかってあったりするので、それに比べると少し安いんですけど、機能はしっかりアジャスターであったりベンチレーションであったり、まあ、フードとかもしっかり設計を考えられて作られてはいてるんですけど、要所要所のところが若干チープ感があるということで、一番最初に言ったみたいに生地もそうなんですけど、まあ、例えばこの首元のドローコードの紐一つにしても少しチープ感がありますし、まあ、さらにジップそれぞれもちょっとチープ感があるっていうのが、まあ、値段が抑えられてるゆえんがこの辺にあるんかなというふうに思いますので、機能の多さっていうのは全然問題ないんですけど、その一つ一つの質っていうのが少し安く感じるかなというふうには思います。はい、ということになってですね、まあ、ただ総合的に見ると、まあ、これはかなりオールマイティなジャケットになってるかなというふうに思いますので、一応登山用としては作られてるけど全然街とかでも着れますし、自然の天候で着用するにはもう全く申し分のない機能は搭載されてるという感じにはなってるかなというふうに思います。ではですね、最後はサイズ感を見てもらってお別れしたいなというふうに思うんですが、僕は178センチの65キロで今回 M サイズを着用しますので、まあ、最後はそちらの様子を見ていただきたいなというふうには思います。ちなみに中とかはですね、何をインナー挟んでも全然問題ないぐらい余裕があるので、ジャストできたんやったらもう一個下かなとは思うんですけど、まあ、それを見てもらいたいなと思います。ではですね、本日はパタゴニアのトレントシェル 3L ジャケットの紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。